えー、皆さん、こんにちは。えー、後藤正史と申します、えー。私からはですね、その原発の事故のについてのお話をいたします。えー、今回、能登半島で起きた地震、これによって地面が隆起するとか、あるいは水平に移動するとか、とてつもない状態になっております。で、こんなことが起こると原発は当然、 持ちませんで、事故のことを考えますと、福島の事故では、まあ、少なくとも30キロあるいはそれ以上、被害を受けていて、さらにですね、広い意味では、関東圏相当広い範囲が汚染されました。で、実際のもっと規模が大きな状態、事故になりますと、さらに百数十キロとか200キロとか、そういうオーダーの 汚染が考えられますでそれを考えますと、万一大井原発、高浜、美浜辺りで事故が起こると京都は直接的なダメージを受けます。その場合に琵琶湖が汚染され汚染水が流れてみんな避難しなくちゃいけないんですけど避難しようにも避難のしようがないそういう状態に追い込まれます。で しかもそういう分解遺産とかそういうものがダメになりますからその被害はとても耐え難いものになると私は思います。それを防ぐためのには原発をとにかく止めるしかないと,というふうに考えております。で、そのためには福山候補のがぜひ主張になられて我々の安全を試すためにもそういう選択をすると主張になっていただくことが非常に大事だとそういうふうに思います。